あ、美しいな。さあ、なし。なあ。TWICE さんは、TWICE さんのプラクティス動画はなぜか笑顔になるんだな。なんで TWICE ちゃんのプラクティス動画は笑顔になれるんですか？教えてください、ワンスの皆さん。サナちゃん真ん中。サナちゃんの曲線が好きなんだな、なっちゃんは。曲線の体の使い方がすごいんです。こういうところね、こういうところのお尻とか、あ、いい。来月、うわー、みんなほんまにうまいよな、 TWICE の人って。 TWICE の人って急に他人行儀。めちゃめちゃうまいよな、みんなほんまに。で、そのうまさがさ、うわー、全く雑味がないうまさ。なんだろう、みんなダンスの精鋭たちっていううまさっていうよりも、心を一つにして振りを揃えてるから、全く雑音がなくてスーって見れちゃう。あー、めっちゃそのちゃん、ここのこういう時、こういう時のちょっと首出る感じね、さなちゃん。ももさん、今回のトークザットトークで一番胸に来るメンバーがももちゃんなんです。ももちゃんが本当にうまいというか、もうセクシーすぎる。つえー、これは、あ、見て、みんなこと、さなちゃんとさ、ももちゃんのアイソレーションの使い方違うの分かるかな。さなちゃんは結構ねじり上げてくる感じ、顔とか胸のあたりと腰の部分をぐっと引き寄せてる感じ。ももちゃんは軸をしっかりとって、顔も正面に捉えた状態で、腰をね、お尻のほっぺた、お尻の丸い部分をぐっと前に向けてくるようなアイソレーションの使い方。いやー、今のポーズかわいい。やっぱももさんがちょっともうセクシーヘルシーレイディーって感じ。かわいい。さなちゃんは髪の毛の魔人ですから、髪の毛と顔の角度の、もう何、髪の毛と顔の角度の錬成術師だから、かわいいこの角度。みんないいわ。なんでみんなこんなに上手なんだ。 TWICE さんはそのチーム感がより一層強いよね、やっぱり。こんな細かいの回せてくれへんから、こんな細かい腰と手の動きだけやで。かわいい。かわいい。あー、チェヨンちゃんかわいい。クールなのかキューティーなのか、いろんな魅力が挟まったパフォーマンスが大好きです、なっちゃんは。あー、かっこいいな。でもね、体のね、さなちゃんとかももちゃんがすごく曲線を取るのに対して、チェヨンちゃんがむしろ直線、直線のカクカクっとした見せ方をしはんねんけど、それがかっこいいよな、チェヨンちゃんは。今の構成めっちゃ良くない？おいおいおい。ほんでさ、 TWICE さんのプラクティス動画のいいところは、たくさんの笑顔が見れることなんですね。かわいい、笑ってる。みんなが楽しそうに踊ってるだけで、私たちの胸は温かくなるよね。組体操みたいなことしてはる。組体操や、かわいい組体操してる。あ、かわいい、かわいいね。わー、左右対称の均一の構成ばっかりやったのが、急にここで規則性、規則性が、規則性がちょっと薄くなった構成を入れてきて、楽しいですね。さすがですわ。
に、はい、いいな、この手元がいいですね、手元。このね、ジホちゃんなんか特に、あの、手首をぐーん曲げるんよな。この、こう分かる？ここめっちゃ直角なの分かる？ジホちゃん。ここね、ここ、90度。ザ・ K-POP アイドルさんの振り付けみたいな、手元とか顔周りで踊る振り付けがより可愛くなるんです。ジホさん。かわー。このウーが良すぎ。ももちゃんがちょっとだけ遅どりないよな。このウーの瞬間みんなもう 0. 何コンマ何秒の世界やで、コンマ何秒の世界で完全に合ってんねんけど、ももちゃんだけ気持ち遅どりで降りるのも、ここ当てるのももう 0.01 秒ぐらいかな、遅どりにして下ろしてくるのも全部の音を使って落としてくる。さすがメインダンサー様でございます。かわいい、ここ混ざりたい。混ぜてほしいな、みんなで混ざらん。はい、こういう手元ね、手元が。ももさんは本でいつもバシバシに手元を揃えてきはんねんな、この人。素晴らしいです。これやりたいね。みんなでやろうよ。わあ。私は、TWICE さんのパフォーマンスディレクター、というか JYP のパフォーマンスディレクターさんが、もうね、世界で一番優秀ではないかと思っているんです。パフォーマンスディレクターさんっていうのは、こういうね、振り付けっていうよりも、構成を作りはる人。メンバーの配置とかね。今6人で踊ってるやんか。こっから2人抜けて、急に4人に展開してるでしょ。こういうね、構成の展開というか、が、めちゃめちゃ綺麗で、かつめちゃめちゃ面白いんよね。いつも。ほんでこっからまた5人、見えるメンバーが5人になったでしょ。こういうスムーズさ。ほんでまた移動して、で3人が見えてっていう、こういう構成のことですね。パフォーマンスディレクターさんが関与してるのは。TWICE さんの振り付けと構成の素晴らしさというのは、もういろんな K-POP さんだったり、他の洋楽のアーティストさんの見てきたけども、もう宝箱見てるみたい。今まで見たことないものが毎回毎回出てくるから、本当に勉強になるし、本当に楽しい。もう、素晴らしいですね。この流れもう一回見ていい？みんなで一緒に見ようぜ。いいわ、いいな。ダヒョンちゃんがさ、真ん中に来たり、ダヒョンちゃんが歌ってる時になると空気感がふわっと柔らかくなるような。皆様わかる、構成っていうのはこういうところですよ。みんな振り付けは同じ振り付け踊ってんねんけど、次ね、始まるところが3人が上から、で5人が途中から、そして下で合流するって、こういうのを構成って言うんですけれど、こういうのが本当にもう TWICE さんは素晴らしいんです。弟子入れさせてください、本当に。これは2回目の方が潜ってんのか。すごいね、すごい潜るね、ももさん、さすが。ナヨンさん、なちゃナヨンさん大好きなの。かわいい、これこれはみんなやりたなるな。さなちゃんのこのね、角度が大好き。この瞬間、この目元、手元を見てるこのね、可愛らしさ。わー、わー、美しい。大人のレイディの美しさを、待って、
ここの角度めちゃめちゃ綺麗やん、みんな見てすごいな、こんな直線に手伸ばせる、みんなよ。あー美しい、こんなに揃えるのってさ、もう一朝一夕じゃできないよな。この楽曲だけでこんだけ揃えたっていうよりも、もう7年間心を通わして揃えてきたからこそいける境地じゃない。うわー、サナさんの曲線、うわ、これ見て、ここ、このお腹キュッと、まあ、背中の背骨ですね、背骨使って胸からのお尻、ここが美しい。ジヒョさんがほんでもうダイナミックエネルギッシュで大好きです。毛って斜めになってんねんな、角度が。ここの角度よ、わかる、ファサー。ほんで大サビに行きます。わー、わ、ももさんがうますぎる。うん、もう なんでこんなうまいん、この人ほんまに。いやー、肩めくり上げてるね、肩をめくり上げてます。この左肩をペロリンチョペロリンチョ。ここのチャチャチャ、もう振り付けがそもそもいいんですけど、みんなのノリがもう貫禄が溢れてるというか、もう全員が本当にうまいんだなっていう動きしてる。うまい、はい、うますぎ、みんなうまい、マジで。ちゃーちゃーちゃー、うわー、ほんでジヒョちゃんがやっぱな、ももちゃんぐらいダンサブルやねんけど、よりね、音の取りが強いよな。アクセントの取り方というか、音をトントントンってみんな取ってんねんけど、そこが一個重く取るというか、それがいいよな。ドンドン、ちょっと待って、これミラーじゃない？ほんま？こっちやった？こっちか。そうか、なんかなっちゃんさっきミラー見とってんな。ここめっちゃ好き。ここのみんなのノリがさ、全然違うやんか。今までバチバチに揃えてきてたのに、ここになると、みんなのこうどういう風に音を取ってるのかっていうのがね、見えてきて、めっちゃ楽しい。ここめちゃめちゃ好き、一番好きかもせん。ううえいえい。でなっちゃんの一押しはジヒョちゃんです。もうジヒョちゃんは本当に太陽みたいに踊るね。太陽ですか。この人は多分太陽です。太陽さんのご霊場です、本当に。まずよこのももちゃんの歌ってるタラララのタラララの瞬間の音の取り方、ジヒョちゃんのめちゃめちゃかっこいいわ。次ね、何タンタンタン落としていってる、首から。次、うわ、ほんでナヨンさんはもうちょっとどっちかっていうとローな感じですね。ローというか流す系ですね。流す系の乗り方ですよ、うん、いやー、もう大人ですね。なんだこの LA のクラブにいらっしゃるカクテル片手にセクシーに踊ってるお姉様みたいな感じの乗り方ナヨンちゃんえいえいえい。かわいい。ジョニョンちゃんはなんか歩いてるだけでかわいいな。かわいい、この後ろにタンタンタンで歩いていくのかわいい、ジョニョンちゃん。きれい。うわ、待って、ほんまフォーメーションきれいね。なんかもう一人
だけを見ることができないんですよね。 TWICE さんって本当にみんなが揃って作品を見せてきてくれてるので、私たちに一人を個人をフォーカスして見ることができないよな。この大枠を見ちゃうというか、綺麗すぎこのフォーメーション、なーになん、うーほらもうなんか一つの生命体見てる気分あーちょっとリストとか次の、あーこれちょっとだけどいていただけませんか。まあ、推しがいても一人の人だけを見続けることがマジでむずい、 TWICE ちゃんは。なチャンネル、いいよな。 TWICE さんを見てるとなんか音楽とかダンスを見てるっていうのよりもそれを通り越した人間の絆の良さを見てるというかさ人生における仲間の絆の大事さを TWICE ちゃんを通して見させてもらっているような、なんかそんな気持ちになるわ。なんかもうアイドルを通り越してるよ。長い長いドキュメンタリー映画を見てるかのようです。本当に今回も可愛かったですだねー。